フリッツ・ファンデン・ベルウェは、ベルギーの画家である。印象派のスタイルや、表現主義のスタイルの作品を描いた。ヘントに生まれた。父親は、ゲント大学の司書であった。1898年から1904年まで、ヘントの王立美術アカデミーで、ジャンデルバンに学んだ。多くの画家が集まっていたシント・マルテンスラーテムで、活動し、はじめは、 印象派のスタイルの作品を描いていたが、アルベールセルバース、ギュスタンフ・デシュメと、コンスタン・ペルメイクといった、ベルギーの前衛的な画家たちと知り合い、表現主義的なスタイルの作品を描くようになった。1907年に結婚し、その年、ヘントの美術アカデミーの教授になった。第一次世界大戦が始まった後、オランダへ避難し、オランダ各地で活動し、百二十二年に、 ベルギーに戻り、オーステンデイにデシュメトとペルメークと住んだ。さらにドスメットとアフスニーに移った。強行で絵画が売れなくなった後は、社会主義の新聞の差し絵などを描いた。ヘントで死去した。ありがとうございます。